にちは、ブディチャンネルです。今回はプリパラのゲームを11回やってきたので紹介します。1枚目です。上がアゲアゲアイテムのバラの花束です。下はバレンタインブルーベリーチョコアンピです。バレンタインステージで限定アゲアゲアイテムがゲットできるということなのでやってみたらもらいました。上はドロシーの友チケです。下はパラダイスシューズです。パラダイスコーデをゲットするためのステージでゲットしました。上はレオナの友チケです。下がノクターンスカイアイドルブーツドロシーです。これもパラダイスコーデをゲットするやつの2回目でゲットしました。4枚目です。上はパラダイスティアラです。500いいねです。下はパラダイスドレスです。これでコーデが揃いました。次です。上は私の友チケです。下がベイビーモンスターのサイリウムワンピです。次です。上は私の友チケで、下がキャンディーアラモードのサイリウムシューズです。上は私の友チケです。チケットです。次も私の友チケです。下はホリックトリックのサイリウムシューズです。上は私の友チケで、下がプリズムストーンサイリウムシューズです。そして次が私の友チケです。下がサーカスピエロワンピです。プリズムストーンのコーデが揃ったのでやってみました。この後ろの背景の雪の結晶がプリズムストーンサイリウムコーデに合っていてすごいいいと思いました。なんかエルサって感じです。最後です。間違えて最初に自分の毎月を読み込むのを忘れて赤ボタンを押してしまって、新しいやつになってしまいました。名前をラーラにしました。下はバレンタインスイートシューズです。以上です。今回コーデが揃ったのがこちらの2セットです。こちらのパラダイスコーデはすごくお気に入りです。これをゲットしたら神アイドルになれるという伝説がお話の中でありました。そしてこれはプリズムストーンサイリウムコーデです。どっちもサイリウムコーデなのでウェディングドレスっぽいです。下の方に書いてあるこの CR というのがサイリウムレアということです。プリパラのチケットの紹介でした。バイバーイ、また見てね。気持ちいい。